ですね、解説というかインタビューというかそういった形式にしていきたいと思います。はい、山口選手と僕の関係性でいくと、もう小学校のジュニア時代から一緒にこう同学年で、ね、切磋琢磨してきた仲なんですけど、なんでジュニア時代ものすごくもうジュニア時代から有名な選手だったんですけど、その辺のちょっと話を聞けたらなと思ってます。はい、でいつからですか空手やってるの？5歳の年長さんですね。めちゃくちゃめちゃくちゃ若い。無理やりね。無理やり。あれきっかけは何かあったんですか？父親と母親に引きずられながら連れてきた。なるほど。というのが、今の白蓮会館ではなくて。そう、前の元流ですね。昔から体でかかったんですか？いや、そんな、まあ低学年の時は全然。あ、全然。身長はまあ高い方やけど、細くて。お、僕が知ってる山口くんは、もうすごい体で、もう重戦車みたいな雰囲気ばっかりしてたイメージが。5年生ぐらい。そうやね、5年、6年からもう見てたら、大きな感じ。古郷さん、そんな時期から知ってるんですね。知ってるんですよ、実は。まあ、バンバンこう山口選手にどんどん強くなっていて、まあ、僕はなかなかそこの陰に隠れてた感じだったんですけど、正直どうなんですか、空手好き。まあ、今は、まあまあね、今はまあ生活に中心。あ、生活に中心。はい、子供の時って、やっぱりこう、いろいろと、ね、悩んでるお父さん、お母さん、結構多いと思うんですよ。やっぱり子供が好きになってくれないとか、空手が嫌だとか、それに関して何かあります？まあ、ずっと嫌やったんでね。どうなんかなっていう。やめようとはしなかったですか？やめ、逆にこう嫌なことを一生懸命やらされ、まあ、やったけどやらされてたんで、はい、やらされてた、こんだけやってきたのにやめたらこんだけしんどかったの全部パーやなっていうのは常に思ってました。へー、あ、そういう気持ちあったんですね。はい、あ、でもやっぱり無理やり連れて行かれた。無理やりですね、まあ、無理やりいやとか嫌やっていう雰囲気を出せば怒られたんです。やる気満々の顔で。で、あれですね、この顔で。はい、ああ、いや、嫌っていう雰囲気は出しなかった。俺出したらもう怒られるんでね。かなり厳しい。やる気ないんか、やめてまえ。あ、そうなっちゃうかさ、ね、どうですか、こう結局続けてきて、今前全日本でもバリバリ活躍している今だみたいなですか。はい、で、そういう、まあ今みたいなこうなんていうんですかね、成功体験とかね、はい、こうするところはやっぱりやってた方が良かったなってと思うと思うんですけど、そこを結構悩んでる方が多いと思うんですよね。はい、ここの道場もそういうふうにいますよ。そういう対応っていうか、どういうふうに。まあ今心がけ、指導で心がけてるのは、まあ、心身ともになんですけど、硬くなりすぎない、こう、上から押さえつけたり縛りつけたりとかっていうよりも、まあ、自主的にですね、まあ、頑張ってもらって伸びるとこ伸ばしてあげてっていうのを考えてますね。できるだけ楽しくですね。楽しくでもやっぱりなかなかこう試合で勝とうとすると楽しいだけじゃやっぱりダメっていうのはあるじゃないですか、ぶっちゃけた話。はい、そこら辺のこうバランスってどうやって取ってるんですか？それはもちろんね、そのしんどいことをするときもありますけど、まあ、しんどいことするのでもね、その親の顔色伺ったりとか先生の顔色を伺いながら、まあ、僕が子供のときはね、ずっとこう父親にどう思ってんかな、顔を見たりとか、まあ、先生の顔色伺ったりとかしてたんですけども、そんなのできるだけさせずに、できるだけ子供らと対対の関係で、まあ、嫌なこと嫌って言えるような環境を作ってあげてるかな、あげるように考えてるかなと思います。なるほど。はい、ヤブリ大会に入門したのは高校生。高校2年ですね。高校2年。はい、結構変わりました、やってること。そうですね、まあ、そのやらされてた空手から、まあ、自分で考えるようになったんで。やっぱりこう子供のジュニアの試合とこう一般の試合って結構こう違いがあって、はい、そこの一線を超えれるか超えれないかで、途中でやめちゃうのと一気に花咲いてくれる方と、はい、分かれると思ってるんですけど、その辺どうですか？まあ、どっちかというと大人の試合の方が駆け引きであったりとかゲーム性は高いかなと思うので、楽しい部分は増えましたね。大人とジュニアの、その年っていうのは何歳ぐらいが
分かれ目になるんですか。僕の考えとしては、その大人やからジュニアやからっていう分け隔てじゃなくて、その大人で通用する考え方、一般の大会で通用する考え方っていうのをジュニアの時からできてれば、うん、まあ、ジュニアでもそれなりにやれるんじゃないか、うん、一つこう大きく違うのは引かす組み手と、はい、こうポイント取る組み手っていう、この2つがこうジュニアと一般で分かれてくるかなっていうところがあるんですけど、最近の試合でジュニアの試合だったらこう胸のこうサポーターつけられたりするじゃないですか、はい、そうなってくると結構指導難しくないですか。あくまでダメージとガズ気迫っていうのはね、ノンフルコンタクトカードに決まってるんで、効、うん、まあ、かしに行ったかんかったら手数出そう最後っていうルールなんで、うん、ここは大人も子供も一緒なんで、サポーターがあろうがなかろうが効かしに行って、あかんかったら手数で勝たなあかんねっていうのは常に伝えてますね、うん、なるほど。なんか昔からこうずっと続けてるトレーニングとかあります？子供の時から。子供の時から続けてるトレーニングはないですね。子供の時にやってたことって言ったら全部嫌になっちゃってやってないことばっかりなんで。全日本こう取ったわけじゃないですか、はい、ここまでこうやっぱりこう上がってこれたっていうのは何がこう他の人と違ったんですか。すごい根に持つタイプですね。先輩ら負けてるのとか見て、うん、リベンジしたいなとか、なるほど、一番大きいところで勝ちたいなっていう、学年会館が一番大きいところで勝ちたいっていうのが強くて、うん、この辺ですかね。そうですか、はい、この辺がまあ人より強かったので、はい、ジュニアの時は一番になったことなかったので、常に上に強い選手が3人4人おって、で自分は一番になって、その一番強いコーラよりも1個下のランクで、まあ、そこに追いつけたらなっていう部分で常に追う側やったんで、実際に勝ち出したのが中学2年とか、うん、まあ、高校になってからなんで、それもその強い子に勝ったんじゃなくて、強い子はみんな辞めてしまって、ああ同世代の人たちが、そう、上の人だから辞めてしまって自分が上の方になったってだけなんで、結局僕ら同級生でいろんな強い子がいっぱいいたんですけど、残ってないですよね。残ってない。やってる子いる？おらんかな。多分いない。いないと思うんですよ。やっぱりこう続けるっていうのが一つのこう、なんていうんでしょう、強みなのかなってめちゃくちゃ感じるところがあります。まあ、今コロナウイルスも流行ってると思うんですけど、まあ、もう自宅でやっぱり練習しないといけないっていうことが多いじゃないですか。まあ、今どういうことするべきだと思います？まあ、一人でできることってすごい多いと思うんで、逆に一人でしかできないことも多いと思うので、まあ、外で、まあ、走るのももちろんですけど、まあ、公園行ってみたらこの遊具使ったらこんなことできるんじゃないかとか、そういう意識を、まあ、僕基本は一人で練習してるんで、あんまり、まあ、自分の選手活動に関してはそこまで打撃ないんで、どうしてもジュニアのお母さんお父さんといったら組み手スパーリングばっかりになってしまうんですけども、まあ、それスパーリング組み手ばっかりやってると逆に弊害でね、考える力も落ちてしまったりとか、自分の思い通りにね、スパーリングってならないんで、考える力が低下してしまうかなと思うんで、まあ、シャドウもそうですし、相手がおらん状況でどんだけ自分で考えてできるかっていう、子供たちに自主性を持たせてあげてくれたら、まあ、今後伸びるかなと思うんで、そういう風に工夫してね、あと分からんかったらいつでも DM ください。おっす。ということで、うまいこと決まりましたね。はい、はい、じゃあ、山口選手、長時間ありがとうございました。ありがとうございました。で、また次の動画で、もし山口選手にね、質問とかあったら、メールとか DM とか何でもいただいたら、はい、気軽に答えていただければと思うんで、私はでもいいですし、山口選手はでもいいですし、気軽にご相談いただければと思います。はい、じゃあ、今日の動画、以上で終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。